はい。えー、久保さんからですね、ロバート・清崎シリーズ。なんか、まあ、久保さん続けていただいても大丈夫です。僕はですね、ロバート・清崎は、あの、ちょっとやったんでもう、ちょ、ちょっとやったていうか、さっき、あの、キーワード入れたんで、僕やらない理由、まあ、今回ですね、弱者の戦略について、弱者の戦略かな。あの、このお金持ちさんお金持ちと、お金持ちさん貧乏さんって、結構ね、もうクソライバルいるんですよ、YouTube で。 だから、もちろん、この YouTube のライバルに打ち勝つんであるならば、まあ、その量をやれば、いけるかもしれないです。ただ、うん、どうせなら、ライバルがいないとこで圧倒的な量をやったら、全部ジャックできるんですよ。全部、全ジャック。だから、まあ、久保さんの湯河原っていう検索ワードで、えーあ、これも出てますね、これも出てますねっていう。だから、僕はね、いろんなキーワードをやってる理由としては、その、ニッチワード、うん 穴場ワード、誰もが攻めてない。要は、1万本アップロードを僕はしてるわけですよ。で、1万本の、じゃあ動画のタイトル、キーワードが全部一緒か。違うんですね。だから、それを意図的に分けてる理由、まあ、分けるっいうか、まあ、当たり前のごとく、キーワードとか単語使ってる言葉が違ってくるんで、で、そこで、じゃあ、どう、どういう結果をもたらしたのか、広告収入どれぐらいあるのかっていうのを見てるんですね。で、ロバート・キヨサキさんに関しては、 あのもちろんね上がればすげえ再生数稼げると思うんですけどもうね古いめちゃめちゃ古いし有名すぎてでこれに対してね動画をめっちゃとアップロード他のライバル多分ねロバート清崎で検索すると多分相当数な数があると思うんですよねちょっと見てみましょうかあーもう出てますねすごくうん、はい、一番再生されてるのは234万回かなお金持ち倒産貧乏倒産 このお金持ち父さん貧乏父さんってね、めちゃめちゃあるんですよう。うん。まあ、これライバル見ればわかりますよ。相当動画で。あ、でも久保さん出てるかな久保さん出てきたな。あ、でもこれちょっとあれだな。あ、でもいけるか。すいません。いけるかもしれないですね。すいません。いけるかもしれないです。<laughs> いけるな、久保さん。久保さん50でいけるかもしれないですね。ちょっと、ちょっとシークレットモードで検索してみよう。ちょっといけるかもしれないぞ、これ。 久保さん。ちょっと久保さんいけるかもしれない。うん。あ、久保さん出てこないな。要はね、グーグルって、これね、ちょっと一つ、あ、出てきた。久保さん出てきたわ。ロバート清崎。あ、俺も出てきたな。あ、これロバート清崎いけんじゃね <laughs> ロバート清崎のワードいけますね、久保さん。 これいけるわ。お結構ライバルいるからダメだな。でも,も YouTube がらきっすね。<laughs> あ、これロングでいけるわ。じゃあちょっとロ,すみませんロバート清崎入れます。<laughs> やってから言えるって話ですけどね。こロバート清崎ちょっと攻めましょうか。いけますね、これ。<laughs> いけるわ。これはいけるね、はい。じゃあちょっとロバート清崎の話に転換しましょうか。 まあ今の、今の僕の行動からちょっとアウトプットしましょうか。要は、その、なんだろうな。まあ要は、その、市場のライバルがどう、ど、どれぐらいいるのかと、あとは、ん、そこに対しての情報量ですよね。例えば今は僕が、ちょっとすいませんね。これは、あの、ロバート清崎が古すぎて、お金持ち党さんが有名すぎて、まあ僕の客観的な、あの、思考で判断してみましたけど。 実際検索したらそうでもなかったんで。うん、だからやってみないと分かんないですね。だから検索してみないと分かんないし、やれっていうことですね。うん、あとはやっぱその考えるっていうことですかね。まあ僕がちょっとね、ロバート清崎やらないよって最初言ったと思うんですけど、あの、要は、うん、なんだろうな、乗っかるっていう方法ももちろん一つなんですよ。だからロバート清崎さんの,あの名前。 お金持ち、貧乏倒産、お金持ち倒産っていう、もうす、でに売れてる。だから7つの習慣とかもね、有名。全世界で3000万部ぐらい7つの習慣が売れてますから、この7つの習慣に関する動画をいっぱいアップロードしてる人もいますし、ライバルもいます。ただ、その、乗っかるっていうのもあるし、ニッチを攻めるっていう方法もあるんですよ。でも、どちらに、どちらに、これね、覚えておいてほしいんですけど、弱者の戦略っていうのは、まあ、 どちらを攻めたとしても結局量はある程度必要だよってことです。うん。量は必要だよ。例えば、あのー、先ほどの話だと、ジャックする。じゃあ、熱海、あの、湯河原というキーワードでもしジャックしたいんだったら、あの、まあ、本数必要だけど、ジャックってどれぐらいか、10本、20本、その、SEO 的に1番から10本まで全部自分のものにしたいってなったら、それぐらいの10本必要じゃないですか。 10本じゃあロバートキヨサギっていうい湯川よりボリュームがあるものでジャック,ャックしたいってなったらもっとやらないといけないですねもっとでも僕たちできるんで多分いけますね <laughs> だからその量が変わってくるってことですニッチだとニッチだと久保さんがパンってね、えー、なんか数本アップしたらそれがもう上にいってるっていうことですよねうんな僕これはなんだ その僕の事例で言うならばアイコスですね。アイコスは当時ライバル不在でした。アイコスというキーワード。でしかも売られてるもの、売られてる時期が最初試験販売してたんですよね。えー、名古屋から発祥かな。名古屋、東京、福岡、大阪みたいな四大都市で試験販売してたんですよ。でもその試験販売ぐらいの時でも30万個ぐらい出荷してたんですよ。だけど大都市だけなんですよ。 で、これが僕、Google のアナリティクス見てたんですけど、その全国一斉販売したその日か次の日、ブワーン行きましたからね。ブワーンもう一気にブワーンみたいな。<laughs> 要は、一気に一斉販売されて、今アイコス200万個ぐらい出,出荷してんのかな。で、その当時一気に全国販売された時に、僕、いや、アイコスの使い方とか、アイコスでやっぱ検索されるわけですよ。市場に出たから。 で、その時僕20本くらい仕掛けてたんで、もう僕ほとんどジャックしてたんですよ。1ページ、2ページ、3ページ目まで僕出てました。<laughs> ブワーって。2、30本撮ったんで、アイコスのキーワード入れて。だから一気にトラフィック来ましたね。うん。だからまあ、なんだろうな。まあそのニーズが、うん、ニッチのところに関しては、うん、<laughs> ジャックするんだったら、うん、ジャックしやすいよと。 うん、だけど、ライバルがいる場合だと、それ相応の、うーん、本数をこなさないといけないよと。で、久保さんの送っていただいた動画の中にも、まあ、その稽古の話とかもあったんですけど、例えば、その甲子園でね、優勝したいってなった場合、超練習必要じゃないですか、甲子園で。でも、これが、なんかその、草野球で優勝したいってなった場合、多分違うと思うんですよ、練習量が。どうすか 草野球で優勝したいのと、こうし、じゃあプロ野球でメジャーに行きたいっていう、どうですかちょっともう比較対象分かりやすく出しますね。草野球で優勝したいっていう人の練習量と、メジャーリーグで優勝したい人との練習量ってどうですか一緒ですか練習は必要ですよね。でも量はどっちの方が多くしないとメジャーリーグで勝てないですか草野球のレベルの練習量で、 ね、メジャーリーグでホームラン打てると思いますか僕はすいません、無理だと思います。もし打てる人がいるならば、それは天才ですね。間違いなく天才ですね。なんか週1回で、よっしゃや、あもう今月ちょっと試合だから、ちょっと集まって練習しようか、みたいな。ウィーみたいな感じで、週1回ちょっとやってみるみたいな練習、その量でね、その量でメジャーリーグでホームラン打てないですよね。てか、そもそもメジャーリーグのバッターボックス立てないと思うんですけど。うん、もしそれで 1> 週一回の練習とかでメジャーリーグのバッターボックス立てるんだったら、それは天才だと思いますね。もはや。それって、考えればわかりますよね。うん。だまあ、もちろん、その草野球でも、まあ、その出る場所によって変わるかもしれないですけど、やっぱ練習は必要だと思うんですね。だから、絶対的な練習量は必要ですし、自分がどこの、まあ、専門的なことを言うなら、どこのキーワードを狙うかによって、その量も変わるし。 うん、どこ、だから収入に関してもそうですよね。1億目指すんだったら1億目指す。億万長者になりたいなだら億万長者になる、なるぐらいの行動量をしないといけないし、これが100円稼ぎたいんですよって言ったら100円の量でいいだろうし。わかりますそう。なんだろうな。だからそこかなと思いますね。えー、まあ、なんだ。練習することは、 うん、大前提として変わらないけれども、まあ、どこを目指すかによって量は変わるよって話ですかね。うん。そうそう。あと、ロバート・キ崎サキさんの話ちょっとしないとダメですかね。ロバート・キ崎サキさん、お金持ち父さん、貧乏父さん。うん。いらないですかね。<laughs> いや、いた方がいいとか。いや、でもね、この前話した通りかなと思うんですよね。 ああそう,あそう久保さんも言ってましたけどロバート清崎さんってじゃあそもそも有名だったのかっていうと多分お金持ち父さん貧乏父さん,んが売れたからさらに有名になっただけであってこれが売れなかったらそんなに有名にならなかったのかなと思うんですよね。どう思いますでも今も結構古い本なんで今逆に知らない人多いかもしれないですね。 うん、じゃあ、神田正則さんって知ってます神田正則さん知ってます知らないかもしれないですね。うん、神田正則さんは日本に DRM を入れた一番最初の人みたいで、えー、そのネットビジネスをやる人は大体は神田正則さんから、この神田正則さんの本を読んでネット起業する人が結構多かったりとか、コピーの勉強をする人は神田さんみたいな感じで、えー、だったんですけど、 うん、今は知らない人が多いかもい、多いかもしれないですね。どうなんだろう。うん。だからまあ、結局、うん、何がすごいなのか何、何が良くてすごいのかっていうのは、やってみないとわかんないですよね。ロバート清崎さんも多分全世界でね、この本が売れるとは思ってなかったと思いますよ。どうすかすみません。これロバート清崎さんに聞かないとわかんないですけど、お金持ち父さん貧乏父さん っていうのを出して全世界にベストセラーでめっちゃ売れるなんていうのは想像してたのかなどうすかね僕の見解ですよ僕は直接聞いたいんでこれ申し訳ないですけどわかんないですけど多分全世界で自分の出した本が売れまくるっていうのは多分分かってなかった知らそれは多分想定外だったと思いますでも本を出したこ本を出したやった結果あやってみた結果 まあ全世界で売れたよっていう話だと思うんですよ。で、これビジネスってやってみないとわかんないですよね。だから行動の先にしか未来っていうのはないので、なんかみんなやらないのに、なんかその未来を予想してる予言師ですかみたいな <laughs> え。なんでやってないのにそれ決めつけるんですかっていう。やってみないと全然わかんないですよ、何でも。僕は少なくてもお金持ち党さん貧乏党さんを出したロバート清崎さんは、うーん、出す前は予言はできてなかったと思います。 全世界で売れるなって。うん。だから、なんだろうな、ね、特にあとはネットビジネスっていうのはやっぱリスクがないですから、うん、やらない方が損かなと思いますね。まあ、ここがお、ね、YouTube やるのに例えば1000万必要ですとかね、あのサーバー代めっちゃかかるんで維持費かかるんで1000万ぐらい払ってもらわないと YouTube 利用できませんよっていうルールがあるんだったら、それはちょっと考えものですけど、なんかありますかうん。 なないいんでやるべきかなと思いますけどね、うん、逆にあのインターネットビジネスより初期費用ゼロでやれるビジネスがあるんだったらしかもあらりもほぼ100%取れるコンテンツビジネスとか,なんかそういうのも含めてなんかインターネットを活用しない使わない情報を発信しないうんうん僕はすみませんそれ以外のビジネスは考えられないですねだからこのビジネスモデルというかねこのビジネスをずっと続けますしやりますし。 他のビジネスはやらないですよ。店舗ビジネスはやらないです。店舗ビジネスやるとするならば、本当に余剰資金で趣味でやります。趣味で。うん。はい。まあそんな感じで、久保さんから送っていただいた動画、この後映しますんで、よかったらどうぞ。はい。基準値の話で、えー、まあ一つの、ね、学びをいただきました。吉田さん、ありがとうございます。振り返ってみるとですね、私の人生、野球をすれば千本ノックってのから始まりました。千本ノックって冗談みたいでしょ。 うん、実際に1,000本やったかどうかは明らかではないんですけどもノックをですねこう補給するっていうのをもう一人一人ものすごくやるわけですよもうヘトヘトですよでそこについてこれない人はレギュラーに入れる可能性は非常に低くなるんですよねまあ当たり前ですよね1,000本ノックを通り抜けた人ってのはそれなりのまあ気概もあるし体力もあるし俊敏性もあるしもうガッツがあるわけですよでそういった方が試合に出て勝つ当たり前ですよね でで対戦相手はもっっとやってるわけですよ、ね、勝利するチームっていうのは勝利する基準値でやってるわけですよねだから結局ねこう甲子園じゃないですけども私の中学生のほん田舎野球のレベルでも勝ってるチームって勝ってる運動量であり行動量なんですよねで思考も違いますうんまあそれからですねあと空手が始まりました私中学生の頃から空手を道場で。 やり始めたんですけどもなんとですね100人ですよ1人で100人の人をなぎ倒していって1回でも負けたら100人組手は不成立100人倒すわけですよ100人倒すってすごいことだと思いますよだって1人に1分倒すのにかかっても100分かかるわけですよで100分ヘトヘトですよで向こうは体力全然温存してるのが次から次いてくるんですよ 50人目でもリフレッシュしたのが来て60人目でも体力もうね蓄えたのが来て100人目なんてのは全然元気なやつが来るわけですよでしかもこっちは99人戦ってるんでもうねヘトヘトですよでもやっぱりね100人組って達成する人ってのはいるんですよねまだあります私マージャンを始めましたまあねあのジャンキ流ってのがあるわけですけどもそこでえー、まあ憧れてねやってたわけなんですけども ジャンキっっていうのはやっぱりあるんですよあの鬼打ちっていうのがあってですね1週間に100回マージョンをやるとかね最高で1週間で400回以上やった人がいるらしいんですよそれは普段あのお仕事をしながらね1日半日ぐらい仕事をしながら空いた時間でやるんですよもちろん対戦相手3人必要なんですよねだから相手をしてくれる人もいなければならないんですよ人格も必要になってきます あいつとやりたくねえよって言われたら 100, 100回やろうと思ってもやらせてくれないわけですから。しかもその100回の麻雀ってのも一定のジャンキリュっていうルールに乗っ取ったルールなんですよね。だから誰とでもやればいいと思うんじゃないんですよ。近所の人とやればいいと思うんじゃないんですよ。ジャンキリュのルールをきちんと理解して、この鬼打ちをちゃんと理解した,とし解した人としかできないんですよ。わかりますかねこの行動量ってのが。 やっぱりプロになろうとする一定のレベルになろうとすればどんな世界にもこういった数の修行ね両稽古ってのがあるわけなんですよね千本素振りってのもねあの確か剣道の世界にあったんではないかなと思いますけどねまあそれと例えれば我々がやっている情報発信ビジネスネットビジネスって何かっていうとコンテンツの提供業なんですよ一言でこれなんですよ情報をどれだけ発信してるかってことになりますということはですね うん、100本とかでビビっていたりとか1000本ができないとかねそういうレベルでやっぱりあの無理ですね情報発信業の、うん、仲間入りはできないですネットビジネスのプレイヤーとしての仲間入りはできないですそれはネットビジネスマニアとかねネットビジネスファンではいいと思いますよできません、えー、特に YouTube で収益取ろうと思ったらまずはですね1000人以上のチャンネル登録者数がいるってのが分かってるわけじゃないですか これからユーチューバーを目指す少年たちね、少女たち、いっぱいいると思いますけども、まず無理なのは、チャンネル登録者数が1000人に行くまでに多くの人は挫折して、やってらんねえよって感じで10代を、まあ無駄に過ごしますね。で、思い余ってバカッターみたいなことやってアクセス集めようと思って一生を棒に振るっていう例もすでに出てると思います。だズルは続かないんですよ。ズルは続かない。で、一定の量、 やるしかないんですよ自分,一人です自分一人でファンを1,000人集めないとまずは YouTube のプラットフォームに立てないわけですよね。ここだけ見ても分かると思うんですよ。YouTube で勝負しようと思えばまずはファンが1,000人は広告収入すら取れないんですよ。1,000人いなければ。でその中で1,000人は無理だから300人とか400人の中でコンテンツ販売しようかなと思ったらそのコンテンツ販売を するんだったら、コンテンツを購入していただけるファンの方に認められる行動量とか人間でなければなりませんよね。だから自分の綺麗さにこだわっていたりとかするうちは、まだ全然無理だと思うんですよ。うん、今回のね、例っていうのは、わかりやすくお伝えできたかなと思うんですけども、千本ノックとかね、百人組手とか、それから私の麻雀の鬼打ちとかね、こういうふうに、 ある一定の量がプロになるためには一定のレベルになるために必要ですよってのはどこの世界でもあることだと思うんですよ。箱根駅伝に出る方ってどのくらい走ってますかね箱根駅伝に出ようと思ってでも選手に選ばれなかった選手っていうのはあの多くの方っていうのはやっぱりね練習量とか質の面で残念ながら一歩及ばなかったと思うんですよ。ではこの情報発信アフィリエイトって世界に入った時にロバート清崎さん ね、もうやっぱりこうベストセラーすごい多くの方に読まれたっていうことでさらに有名になったわけですよねあの金持ち父さん貧乏父さんロバート清崎さんの本が30冊しか売れませんでしたって言ったら有名になってましたかねあれは多分売れたことによってさらに有名になったって効果も働いたと思うんですよじゃあ,まあ人のことをねあのやっぱりこう憧れてばっかりは得られません羨ましがってばっかりはいられません <laughs> このシリーズ「億万長者合宿改めロバート清崎シリーズですか?」 <laughs> こちらの方でやっぱり一躍、えー、ヒットを飛ばそうと思ったらどのぐらいの行動量が必要なのかと合宿が終わって3日目4日目ぐらいでもうね火がつかないんだったら一生棒に振っていただくというそんな道になると思います、えー、まあ,あね私も吉谷さんもね大した存在じゃないですよはっきり言ってね、うん、その大した存在じゃない合宿についてこれないってことはどんなに偉大な合宿もついてこれないと思いますんで寂しい寂しい人生が始まると思います それでは本日は以上です。